自民党の二階幹事長は衆参ダブル選挙について近頃風が吹きかけているように思うと述べ、対応できる体制を整えていく考えを示しました。近頃こんな風が吹きかけているように思いますから、あらゆる時に備えて対応していきたいと思っております。一方で二階幹事長はむやみやたらに解散風を吹き回ったり解散権を乱用すべきではないと指摘した上で、どうしても国民に信を問わなくてはならない事態は発生していないという考えを示しました。また公明党の支持団体である創価学会が明日全国の地方幹部を集めた会議を開くことが分かりました。関係者は定例の会議だと説明していますが、衆議院の解散が近づくと開かれることが多いだけに憶測を呼びそうです。